松友美咲との高松ペア高橋玲香は日本の女子バドミントン選手奈良県柏原市出身右利き柏原市立白柏南小学校セウルスラ学院 H 中学校セウルスラ学院 H 高等学校卒業日本ユニシスバドミントン部に所属し日本代表ナショナルチームに選ばれた2020年現役引退 高校時代からペアを組む松友美咲との高松ペアとして女子ダブルスで活躍。2014年ヨネックスオープンジャパンで女子ダブルスとして日本人初の優勝を果たす。第17回アジア競技大会で女子ダブルスとして1970年に優勝した竹中悦子、藍沢町子以来44年ぶりに決勝に進出し、準優勝した。 10月30日付女子ダブルスの BWF 世界ランキングで1位となる。日本勢の世界ランク1位は前5種目を通じて初。BWF スーパーシリーズファイナルズでは女子ダブルスで全種目通じて日本勢初の優勝を達成した。2016年全英オープン女子ダブルスで1978年の徳田敦子、高田美希子ペア以来となる。 日本勢で38年ぶりに優勝した。そして同年のリオデジャネイロオリンピックに松友と共に女子ダブルスの代表に選出され、日本のバドミントン史上初となるオリンピックでの金メダルを獲得した。2020年東京オリンピックでの連覇を目指していたが、次第に長原若菜、松本真由の長松ペアや福島由紀広田彩香の 福広ペアの後人を敗するようになり、東京オリンピックへの出場が絶望的になったことを機に、2020年8月に現役引退を発表した。なお、パートナーの松友は現役を続行し、混合ダブルスで2024年パリオリンピックを目指すこととなった。2021年7月24日、前日の国立競技場での2020年、 東京オリンピックの開会式で大阪直美が聖火台に点火した聖火が江東区の夢の大橋に設置された別の聖火台に移された際に聖火を点火した。ありがとうございます。